ょっと早かった。ちょっと2位早かったよ。何だか分かる？知らん。40度ですけど。ああ、そういうこと。これ40度、夕方まで待ってんけどな。夕方まで待ってんけど、やっぱあの無理やな、うん、暑いな、うん、まあ、もう今日はあの注意力あのうちのスタッフの愛さんのあのお母さんやんか、義理のお母さん、義理の方のあのパーソナル修理の動画をまとめました。はい。で、まあ、特異通常特異なこと今ないな。ちょっと前やからちょっと忘れたし、どういう内容やったかやんだけどちょっとエンディングはちょっと思い出すわ。じゃあということで、見てください。どうぞどうぞ。ジャパーン。ラウンド、ラウンド、これファスナー逆に入れてんじゃん。そんな気がするぐらい。これ最初からですか。これどう思う。このファスナーを外して、どういう、これどういう構造ですか。ファスナーが硬すぎて締められないんです。だから皮が柔らかいから余計に引っ張っても、うん、ファスナーパネなんだよ。ずれてんじゃねえ、虫が一個。いや、どうやるな。これ、まあ、直すとしたらでもファスナー変えやなかんの、うん、ファスナー変えるとしたらここら辺にもしかしたら裏あるじゃないですか、うん、に穴が出てまうかもしれないですよ。こう、こっちからこう縫うからこう後ろ見えないじゃないですか。だからこっちの穴は拾えるんですけど、こっちの穴がもしかしたら拾われへん可能性があるんですよ。それでもいいなら復旧できるっていう感じですね。それ一回確認とってもらって、ここに穴が今あるじゃないですか。全部ほどいて、うん、で外してファスナー取って、でもう一回ファスナー貼り直して、もう一回この胴体を貼ってこう縫うんですよ。ってなると一回穴開いてるから、もう一回同じ裏が同じ穴拾うかわからんっていう感じになる。うんうん、もうそれぐらいなの、もう全然気にされないと。あ、そんな感じですか。うん、もうとにかくなんかもうこれがちょっと、それやったらまあいけるか、それやったらいけるな、うん、じゃあいけるはずです、うん、じゃあやってみます。ちょっとの、はい、急ぎですか。急いでないか。まあ、できる限り早めにやります。ありがとうございます。ファスナーがめちゃめちゃ締まりにくい。締まりにくいも締めても開いてるみたいな。ショートの目の裏がちょっと重症なんで、ファスナーを外してみます。ファスナーを新しいのをつけていきます。
いつもはこのワックを使うけど使えんからちょっと難しいです。ちょっとベテランの職人はこのやり方でいくらしいで、この方が早いらしい。そうです。ワックを使わないと。って聞いたことがある。ずれるときあるから、ちなみにこのファスナーの向きでこっちが前通ってわかります。左から右、これなんでなんやろ、右利きの人が多いからかな。そうです。で、ラウンドの場合は後ろから入ります。いけます、これで。拾うはずはないけど、いけてるわ、拾うな、多分。高校でこういう時に糸釣ったりするか聞いてたよね。テレビとかね、全部きれいに拾ってな。もう全部きれいに拾えた。バッチシ。
ちに乗ってる。こっちに乗ってる。モードバッチリ。バッチリし。ウロは。バッチリし。だってもう4万個ぐらい塗ってるもんな、多分。もっとかな。見事に拾ってんな。案外あれな。ずっとでそこにやっぱ逃げやすくなるもんな。そうそう。だよくよくやりやすかったっていうのがいたんだ。ええ、完璧に拾ってんな。ということで。全然スムーズな飾り前だけど、これで喜んでくれるはず。気持ちいいな、こんだけ綺麗に塗ったら完璧になったな。完璧です。完璧になったな。色もほぼ一緒のパスになった。うん、ほんまやろ。これやったら多分お買い物の時にあのごた使ってる。まあそんな感じで注意させていただきました。そういえばあれやな、あのちょうどいい感じのファスナーがあったんですよね。その色が、そうそうそう、前のやつ同じやつが、うん、で外してつけるってだけなんですけど、あのただよそで作られた財布やから、この裏拾うかどうかっていうの難しかったな。大体拾わないんですよ。その違う環境で違う人が乗ったら、うん、同じ道に目拾いにくいんですけど、今回なんと全部拾いました。ありがとうございます。だって塗ったも俺やしょ、ね、あれ編集でおるのもいやできんから塗ったは俺やしょ、ね。そこら辺はあの平時であのお兄ちゃんが活躍して、あのお前は横であの指吸って見てたっていう感じで全部俺やったわ。最初から最後までファスナー外すとこから俺がやらず打ちよう。やらず打ちやん。笑顔もいつも言ってか、うん、アレクサクイズ出して。奥歯の虫歯を鏡で見ていたら友達に呆れられました。なんでだ？どういうシチュエーション？クイズでもシンプルに呆れられるシチュエーションがそれだ。答えは開いた口が塞がらなかった。じゃこれたまにもんなクイズちょっと下手くそな時あるね。でもすごい今かぶってないってことね。今ね。そうやな、かぶってないな。そうやな。かぶらず出続けてるの量多いんじゃん。名言かぶんねんけど。名言かぶるな。まあその前です。はい、では最後までご視聴。手をしよう。そうです。やばい、手やばいなって。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルもよろしくお願いします。ちょっとな。これ終わったの？え？この動画も。これ。まあ、飽きてない。